ごきげんよう、ゲーム実況者のゆきたです。新信長の野望をやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、心眼成就ということでやっていこうかなと思います。私ですね、あんまりガチャ運が良くないのであんまり来たくないんですけど、まあせっかく来てますので引いていこうかなと思います。まあ、心眼成就の仕様ということで見ていきたいと思います。選択した武将ですね、こちら選択できます。その武将はですね、300回以内に確定入手できます。選択した武将がですね、こちら2体出るまで適用ですね。で、選択した武将はですね、途中で変更することはできないです。また2つ目の仕様としまして、こっちですね、50回以内に SSR 確定というのがあります。こちらですね、 SSR が12体まで適用ですね。12体以降は50回以内に確定という仕様はなくなります。それでは確率ですね、 SSR は 2.5% で英雄集結と同じですね、通常のガチャと同じ確率となってます。ですが心眼成就の方はですね、確定があるということで、こっちの方がですね、お得なガチャとなってます。使用できるものとしましては東洋拳金ですね、もしくは半金となってます。基本的にはですね、東洋拳金300貯めて限定武将を天井交換していくという流れです。武将は後ほど見ていきます。狙いのですね、限定武将プラス強い武将ですね、複数入手できたら最高かなというガチャとなってます。それではですね、登場武将のラインナップということで見ていきたいと思います。いわゆる限定ガチャである英傑訪問である限定武将が8体ですね、プラス有料販売の三郎信長ですね、今回新規追加されています。通常ガチャから登場する武将はですね、適正の首相、先鋒、参謀ですね、あとは適正兵士ということで槍兵、騎兵、忍者、鉄砲のところにですね、2名ずつ追加されています。他にですね、大筒系と政治系ということで3体ずついます。それではですね、大当たりということで見ていきたいと思います。まあもちろんですね、欲しい武将が当たれば大当たりなのですが、その他にもですね、対人戦重視なのか野党系重視なのかによって武将の評価変わってきます。ですがまあ一般的には英傑訪問である限定武将ですね、例えばですね、立花道雪であるとか本田忠和なんかの限定武将ですね、もしくはですね、今回新規に追加された三郎信長といったところでしょうか。まあ今回の目玉はですね、ずっと有料販売で販売されていた三郎信長の方かなと思います。こちらの武将がですね、もし出たら大当たりといったところです。続きまして当たりの武将ですね、各種兵種で編成した場合の中心となれる武将ですね。まあ、具体的には第一奥義の対象が兵種制限のある対象が軍団のもので、第二奥義もですね、強力なものですね。例えばですね、こちらが対象軍団のものです。槍であれば徳川家康であるとか、騎兵であればですね、武田信玄、忍者であれば北条氏康、鉄砲であればですね、織田信長なんかがそうですね、ということで丸つけてあります。他にもですね、回復系であれば立花銀千代ですね、もしくはお市なんかもですね、当たりと言っていいかなと思います。まあ、ダメージを優先するのであれば鈴木重秀であるとか天子恒久なんかはですね、ダメージ倍率高いので当たりと言えるかなと思います。その他としましては、使用している兵種ですね、そちらでメインで使用している武将がいる場合にはそちらが当たってもですね、当たりと言えるかなと思います。例えばですね、槍兵運用で長宗我部使ってますという方はこういうの出てもですね、当たりと言えるかなと思います。あとはですね、騎兵運用で真田幸村とか使ってるという方もですね、こういうの出たらですね、当たりと言えるかなと思います。それではですね、私の狙いということをお話していこうかなと思います。私はですね、対人戦よりも野党系を重視して今回狙っていこうかなと思います。ですので回復系ですね、いわゆるこの損害を低下してくれるような武将がですね、今回欲しいかなと思ってます。ですので回復系武将である立花銀長とかですね、お市が出たら嬉しいかなと思います。まあとは言ってもですね、一番の目当てはですね、こちらですね、宇喜多直家です。宇喜多直家なのですが、第一奥義の効果として継承率が上昇するというものあるんですが、その効果がですね、めちゃくちゃやばいらしいという噂はですね、常々聞いておりますので、野党討伐用にですね、ぜひともですね、宇喜多直家ゲットしていこうかなと思ってます。はい、ということでここを宇喜多にします。はい、決定。それではですね、早速ですね、ガチャ引いていきたいと思います。まずは手始めに10連引いていきましょう。
お、金ですね。これは最初から来たか。来い。ああ、長宗我部か。共に天下をつかみましょうぞ。私長宗我部は今メイン部隊では使っていないのですが、第二軍団では使っているので、まあまあまあ当たりですね。おお、もう一回来た。ああ、鍋島か。これよりは殿に義を尽くします。鍋島ですね。私のアカウントよく出るんですよね。その代わりですね、なぜかですね、信長の親父さんですね、あっちの大筒の方は出ないんですよね。あ、いいんじゃないですか。幸先いいですね。2体出ましたね。ではですね、どんどん引いていきましょう。はい。あれ、金、これは、あー、前田刑事ですか。あー、なるほどね。マイタン奥義の珍しい武将ですね。お、絆解放しましたね。普段はですね、めちゃくちゃ引きが弱くてですね、手持ちもですね、残念な感じになってるんですが、今回はもしかして当たるのでは。ではですね、30連目じゃんじゃんいきましょう。はい。お、金来てるぞ。おお。前田刑事2体目ですね。前田刑事ですか。そうですか。まあ、凸が進めばですね、第二奥義の倍率上がるので、使わないこともないと思いますが。さ、ああ、さすがに紫ですね。じゃあスキップしましょうかね。よし、どんどん行きましょう。さ、紫ですね。じゃあスキップしていきましょう。大筒ですか。じゃあせっかくなんでね、雑談ということでダメージの話しましょうかね。ダメージはですね、実はですね、加算か乗算かでダメージが全然変わってきます。お、3体出た。いいね、いいね。政治系2体はいいですね。まあ、加算か乗算かってどういうことなのかというと、例えばですね、10たす10だと20にしかなんないですね。でも 10×10 だと100になりますよね、ということですね。まあ、バフ関係でそこまでですね、劇的に変わるってことはないんですけども、新ノブで言えばですね、祝福関係は加算になってきますね。なので、数字分は効果ないですよってことになります。お、金来たね。来い、来て。3体目か。困ってんなら手貸してやんぜ。わかりました。そこまで来るんだったらですね、使います。はい。ちょっとメインでは厳しいですけどね。2番手くらいに使います。そこまで出るんだったら使いましょうね。で、ダメージの話でしたね。なので、祝福関係はですね、数字分は効果ないですよということです。ですが、浮田直家の第一奥義の効果が高いのはなぜかというと、多分計算式に乗算だからですね。まあ、つまり掛け算の関係性になってるから、すごく効果が高いと言えるかなというとこです。出ないですね前田刑事はたくさん出ますけどね、他出ないですね。よし、来い。こ、紫ですね。信じられないくらい青いですね。じゃあそこからですね、じゃあダメージ計算式は分かるのかという話もしてみましょうかね。現在分かっていることは、兵士×攻撃力プラス攻撃力×総祝福マイナスですね、兵数×兵士の防御力プラス防御力×総祝福の関係性にあるということは分かります。この式にですね、各種補正値が入るということは分かるんですが、その補正値がどうなっているのかはですね、皆目見当がつかないです。お、金来た。よし、来た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 。よし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 。来い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 、来て。はい、わあ、うさみか。いやー、奥義がですね、槍限定でしてね、メインで使ってないですね。そうでしたね、補正値の話してましたね。
そう、ダメージ計算式の補正値はですね、全然わかんないですね。なぜかっていうとですね、指数関数的な数字の変化があってなかなか飽きた。来た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 、よし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 、来い来て。あー、鍋島直重、これよりは殿に義を尽くします。でしょう、ほら、なぜかですね、私のアカウントの大筒はですね、鍋島ばっかり出るんですよ。これ何なんでしょうね、アカウントによってですね、めちゃくちゃ偏るんですよね。ここら辺ですね、多分乱数調整が甘いんでしょうね。で、補正値の話でしたね。そう、あのダメージがですね、指数関数的な変化があるっていうことで、2乗とかですね、ルートが計算式に含まれていますので、パッとですね、把握できないというものです。またですね、計算式のどこかに固定値が含まれているという推測が私はしてます。その固定値が何なのかもわからないので、まあ複雑すぎますので、プログラム解析しないとダメージ計算式なんかわかるかっていう話ですな。まあ現状ですね、不正確なんですけど、変数の増加はですね、変数増加の5分の2くらいのダメージ増加に関わってくるかなというところはわかりますね。あとは祝福の変化によるダメージの影響は数値の半分以下ですね。まあ3、4割くらいがですね、経験則から言えるかなというところです。なので、つまりダメージの計算式にはですね、変数ですね、兵士の数と祝福が重要ですよということになりますが、金来ましたね。来い、来て、お願い、はい、来て、来て、はい、ほれ、来い。前田刑事、前田刑事だ。困ってます、はい。いい感じの SSR 連れてきてください。よろしくお願いします。ちなみに今何連引いたんですか？あと130回以内に心眼武将確定ですね。よし。じゃんじゃん引いていきましょう。あー、紫ですね。あー、出雲の国ですか。出雲の国はすでに貫突でしたかね。あとはですね、続きましてコンテンツのスピード消化という話もしてみましょうかね。最近コンテンツ増えましてですね、消化するのに時間かかるかなと思います。野党の場合はですね、同レベルは2体まで一気に討伐できますね。でレベルを1個下げますと、またですね、2体討伐できますので、一気にですね、4体消化可能ということで、レベルの高いものは消化できないんですけど、レベル下げてですね、野党の消化することはできますね。あと伊賀州ですね、最大2部隊集結で攻撃するって書いてあるんですけど、1部隊でも進行可能です。1部隊にすることで海空編成でですね、損害低下する可能性がありますので、お試しあれというとこですね。お、金来ましたね。よし、来い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 、来て、ほら、あー、吉川か。吉川元春と申す。吉川はありですね。吉川は現在メインで使っているので当たりですね。コンテンツのですね、スピードを上げて消化する場合はですね、全て消化するのが時間的に厳しいなら、最終的には妥協が必要ですね。まあ最低でもですね、最終部隊を出して各種強化はですね、お忘れなくといったところです。あと70回あります。なかなか当たり出ないっすね。そろそろですね、私のガチャ運のなさの本領発揮といったところでしょうかね。全然出ねえなおい。じゃあついでにですね、ガチャチケットの貯め方のお話もしときましょうか。ガチャチケットの貯め方ですね、投与券機能の貯め方なんですが、ポイント2つあります。1つ目としましては、各種イベントを消化することですね。投与券金が入手できる部分は忘れずに確実に行っていくというところです。あと投与券の2、あとは投与券金の入手ということで、あ、金来た。よし、来い来い、来て来て、限定来て、はい、鍋島しか出ない。この鍋島直重、これよりは殿に義を尽くします。義尽くしすぎだからマジ鍋島しか出ねえ。どうなってんだこのガチャ。あとはですね、あ、そうだ、ガチャチケットの話でしたね。あとはですね、ナンバー商人で 20% 引きとか来たらですね、買うのもいいかなと思います。まあちりつもですけどね。
あと2つ目ですね、こっち重要ですね。こういう感じの心願成就みたいなガチャイベント来るまで使用しないことです。もうこれが一番ですね。使ったらなくなる、これ当然です。中途半端が一番良くないです。しっかり貯めてきっちり限定武将入手ということで、あと30連です。はい、来て、限定武将来て、お願い来て、はい来て、よいしょ。あー、片倉小十郎、いやー、騎兵の限定なんですよね、第2奥義がね。いやー、なんともまあ、鉄砲運用なんでね、ちょっとあんまり騎兵関係もね。さあ来て、あー、外れですね。よし。じゃあ、ラスト10連ですね。50回以内に SSL 確定の部分と、あとは心願成就ということで、浮田直家来るはずですね。じゃあ、浮田直家いただきます。ありがとうございます。鬼柴田こと柴田勝家。これより我が命は殿のものにございます。柴田勝家か。はい、よかろう。だが、諸刃の剣ぞ。よろしくお願いします。こっちですね、継承率上昇 6%、 これが美味しいはずですね。はい、ということで300連でした。はい、当たった武将ということで、こちらから見れますね。島津俊久と最上義満はですね、前から持っていたものですね。吉川に鍋島が3体ですね。長宗我部1体、片倉小十郎1体、宇佐美1体ですね。柴田1体に前田慶治3体ということで、私のアカウントはですね、前田慶治とですね、鍋島直しがたくさん出るというアカウントでした。はい、ということでね、今回はですね、あんまり引きたくなかったんですけど、あんまりガチャ運ないんでね、でもせっかく心願成就来てるしということで、300連ですね、心願成就に使ってみました。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。心願成就に関しましては定期的に来ますので、金チケットですね、300枚貯めて、皆さんもですね、限定武将狙ってみてはいかがでしょうか。いつもですね、フォローとかにありがとうございます。とても活動の励みとなってます。今後もですね、新信長の野望投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。マジでですね、織田信秀出ないんですよ。あんだけ鍋島で出ておいて、不思議なガチャですよね。